見覚えのある姿ですね。こんな所で会うとは思いませんでした。ありがとうございます。民の捜索中に自分も迷ってしまいました。進んでも進んでも同じ場所に戻ってしまって、もうヘトヘトですよ。 霧で何も見えないね。慎重に行こう。化け物だ。これは霧の壁。先には進まない方が良さそうだね。びっくりした。こんなに暗くては危なくて進めませんよ。 森の入り口？振り出しに戻っちゃったよ。青い花、綺麗だ。でも、なんだろう、これ。やっぱりこの森おかしい。 愚痴しいのだよ。愚か者が。もしかして邪妖の仕業かな。また花。ウィリアム、これ何かの印かもしれないね。その通りに進んでみよう。 実にお見事です。
どうかお助けください。ありがとうございます。もう二度と出られないと思っていました。 今すぐここから去る。 すぐには効かないか。美しいお嬢さん、少しだけ君の力を貸して。勇敢なお嬢さん、少し術を強めてみるから時間稼ぎを止めるか。 俺はダリウス。この森に住んでいる。留守の間に怖い思いをさせてすまなかったね。今奴らに暗示をかけているんだが、彼らには俺の術が効きにくいらしい。確かに敵の力が弱まってるみたい。あの人は結構すごいのかも。あなたは さっき何もないところから出てきたよね。その術で味方を安全な場所へ移せない。それは難しいね。敵の強い意志に阻まれているのか。ここでは少しの距離しか移動できないんだ。さあ、お別れだよ。よかった、うまくいったようだね。なんだこの森は。 凶暴な化け物どもめ、どこへ行った。お前たち、なぜこんな怪しいところにいる。さては化け物の仲間か。火を使うつもりかな。森を焼かれたら民を連れて逃げられなくなる。これは鬼の仮面の出番だ。お嬢さんたち、また手伝ってくれるかな。 そいつを捕まえてくれ。俺が暗示をかける。俺の目を見るんだ。さあ、元いた場所に火をつけなさい。我が部、とくと味わうがいい。 待て、森に火をつけろよ。何味方の陣地に火をつけてんだ。大混乱のようだな。そろそろお引き取りいただくとしよう。てめえらよくもやってくれたな。この森はこの世界での安住の地なんだ。それを燃やされては困るからね。 最後まで諦める。勇者に挑もうってか。いい度胸してるぜ。ジリアン、よし、こちらの思い通りだ。ねえ、その仮面は何だ。ああ、これは鬼の一族に伝わる仮面だな。 俺の力を増幅させてくれるんだ。騒がしい連中はようやく帰ってくれたね。
君たちの協力のおかげだ。さあ、お嬢さん、帰り道はエスコートしよう。エスコートか。いいね。今度リルに行ってみよっと。ねえ。うん。おお。そうだね。ねえ。うん。はい。うん。ははっ。よかろう。いや。そうだね。ああ、ようこそ。またのお越しを。すべての邪妖は私が滅ぼす。うん、はい。うん、いや、やれやれ。ああ。褒美じゃ。そうだね。うん。すべての邪妖は私が滅ぼす。私は戦う。行こうか。村はあちらだ。どんな料理でもてなしてくれるのか楽しみ。俺たち今めちゃくちゃ機嫌が悪いんだよ。お前で憂さ晴らししてやるぜ。こんなところに山賊がいるなんてね。村が心配だ。先を急ごう。
ごとき、ひねり潰してくる。浄化完了。なんてね。ダリウス殿、ようこそと言いたいところなのじゃが。大丈夫、安心して。賊を追い払って食事にしよう。実はかわいそうな腹ペコのお嬢さんに用意していた料理をあげてしまったんじゃ。予備の食材もあったんじゃが、山賊に奪われてしまって料理ができん。ひどいな。この辺りには山賊がたくさんいた。ということは奪われた食材も近くにあるはず。食材だけでも取り返してあげよう。その腹ペコのお嬢さんにも会ってみたいしね。食材を一部取り返せたね。他のものも取り戻そう。この村の食材は全て奪わねえと、お頭に何されるかわからねえ。食材を取り返せた。村長は料理をしてくれる。先ほどいただいた料理、とても美味しそうです。我慢できないので、ここで食べるとしましょう。なんだかいい匂いがする。奪い返した食材でもう料理を作ってくれたのかな。いい香りです。腹ペコが限界であると認めます。早く食べましょう。そうしましょう。可憐な乙女の食事を邪魔するとは不届き者ですね。激鉄を起こします。最優先指令と認めます。困った腹ペコお嬢さんには、いい子だからその物騒なものをしまって。私がおとなしく食べ物を渡すと思いますか。邪魔者は全力で排除します。お見事です。さすがは汎用の騎士ね。決めてやる。落ち着いて。俺たちは村長の頼みで食材を集めているだけ。よかったら一緒にどうかな。もっといろいろな美食を楽しもうね。魅力的な提案であると認めます。一緒に行きましょう。そうしましょう。よし、いい感じだ。ここに料理名人の村長がいるらしいな。俺たちの腹も満たしてもらおうぜ。さっきの山賊の仲間か。村長が危ない。助けに行こう。明暗があります。もったいないですが、食材をおとりにしましょう。私が食材とともに敵を引きつけます。その間に村長の安全を確保してください。色とりどりの食材ですね、ジュル。私が毒味しておきます。食材のまま食べてしまうのかい。手間をかけてこその食事なのに。食事とは人生でも狩りの時間だ。
ろ。山賊が美食家で何が悪い。残念なお知らせだ。取り戻した食材だけど、戦いの最中に傷んでしまったようだね。問題ありません。改心した山賊に旬の食材の調達を依頼済みです。すぐに食材が来るでしょう。そしたらバリバリ食べましょう。ようこそ。またのお越しを。最強の魔を示す者が宝を手に入れられるのか。最強だ。この第六天魔王よ、他にはおらぬ。猫なの？ありえない。魔人の娘の邪魔はしないことに。最強とかはどうでもいいけど、宝ってのも気になるし、ついていこうかな。面白そうだね。俺もついていこうかな。負け者でもな、引き始めた。セリバーによると化け物が宝の話をしていたみたい。倒して詳しく聞き出そうかな。私の道を阻むとは身の程知らずな生き物たちだ。さあ落ちなさい。この伸び長に逆らう者を消滅せよ。まとう容赦なき意志。
わしに適したものは何人たりとも逃がさぬ。魔と闇の力、すなわち魔人の娘の力、妙な霧ごときで私を阻めると思う？待って、もしかしてセルバンじゃないかな。セルバンが差し示す方向にきっと宝があるよ。見事にバラバラな動きだね。魔という言葉の受け止め方もあんなに違う。さて、のんびりしている場合じゃない。みんなを助けながら進もう。ついでに邪魔な敵や拠点を落としておこうか。化け物が進路を塞いでいるね。お宝とやらを守っているのかな。そうかもしれないな。ところで全出力解放します。打ち貫きます。あなたは随分落ち着いてるね。ま、俺は鬼の狩猟だからね。エリアナ、化け物を見たぐらいでは同時に。どの世界にあろうとも鬼の排除は最優先指令です。まず妖怪を踏んじゃった。フォロミアを追い、詳しいことを知らないみたい。まあいいや、気を取り直して進もう。ノッパン、ノッパンだろう。3人が揃わないと開かないみたいだよ。進むか。お見事です。これで流れも変わるでしょう。
人でもダメなんだ。早く残りの一人を連れてこないと。邪魔をするなど生意気な。すごい数だね。倒された化け物が仲間を連れて復讐に来たようだ。バラバラに挑んで囲まれたらまずい。みんなで協力して倒そう。一人ここは手を切る。マイワンルーズ分かった。ここを切り抜けるためだ。仕方ない。対象格の化け物を倒した方が良さそうだね。Prepare to die! すごいよ。その肉球でよくここまでうまく扱えるね。さあ、怪しい門が開いたよ。お三方、行ってみよう。これが宝？何かの碑文みたい。魔が差すことなく協力することこそが最強の魔。このふざけた文章は何？たわけ！にゃにゃ。おお。参ったな。
面白い。そうですね。